内股だと。え？いや、何が内股？いや、内股っていうかさ、ここに足かけたくなっちゃう。ここにってのは見えない、全く見えない。こういうさ、こう動くタイプのクルクルする椅子の足引きたくなっちゃう。いやでも収録とかでもよくあるでしょ。いや通気を内股にしてるわ。横脚がコンプレックスだから意識的に内側にあもっとあれよとかあります、ね、今日はですね、おいいものを見つけました。宝探しが好きだからな、深みはこれなんですけど、はい、 DVD、 あら映像ですか。うわ、四千頭身 SML 週末 A ライブ養成所のやつ、すげえ。これ何年前？これ5年前なるよ。え、5年前よ。だって2015年11月だから2ヶ月後にはもう5年前だよ。2ヶ月後には5年前。もうだからほぼ。まだ4年10ヶ月。そうだろ。2ヶ月後には5年前だよ。今日はその2ヶ月後には5年前の映像を、うん、2ヶ月後には5年前ぶり、5年ぶりに2ヶ月後には5年ぶりにな。今、いつの話してるんだっけ、俺たち今そこがタイムリーなの、その2ヶ月後がタイムリーなの。この映像を、もうあるってことは見るってことだよな。いや、これはやめとこうよ。いや、マジでやだわ。めちゃくちゃ嫌だね。だってやだ、だってあの YouTube って嫌じゃないんだ。いないって見たいじゃん。こういう YouTube のさ、最初の頃のネタですら見るの恥ずかしいんだよ。喧嘩とか。でももうここまで来たら吹っ切れるだろ。いや吹っ切れない。本当に。だって俺だからさ、俺じゃないやつだったらいいけど。いやこれ吹っ切れるやついる。何年後に見ても恥ずかしいんだよこういうのって。恥ずかしいけどなんか見たくない。未だかつていないそのスタンスが絶対恥ずかしいから漫才のそのなんだろう、表現のスタイルが変わってないからね、一人ほんと多分だいぶ違う可能性ある。確かに匠とかだいぶ違うかもしれない。だいぶめちゃくちゃ一生懸命やってると思うんだよね。これが四千頭身これ初ライブじゃない。そうです。初のだから初すごくない？まあ、そのネタがこれ頭取りゲームやってるわけですよ。見せ。だからそれも結成まだ1、2週間。そうね。なんなら結成してないからね。そうだ、仮だ仮。うん。とりあえずやってみようっつって。バシの前のバシじゃないね。ジュンちゃんって人との取りの時のネタだから。それをバシにやってもらったんですね。そう。まあ、頭取りはちょっと ある見たいというか、その見てみたいかも。これだけは見ようや。まあ、せっかくでさ、正真正銘、ああ、よく取材とかでね、一番最初に来たネタでテレビ出ましたみたいな、うんうん、あと、本当だからね、うん、頭取りゲーム。いらないよ。全然。これさ、一回言って
ないんですよ。そんなないよ。それ許しちゃうとアンチョビで1個で成立しちゃうから、終わんないゲームだから。アンディン豆腐だよ。ほら、かわいい宣伝。かわいい。あのね、アメンボ。うん、アニマルとかね、あのね、あの間違ってたらいいんだけど、はい、全部出てるアニマル、アニマル、わざともちろん意味ないよ。知りたいんだから、このゲームじゃ何もないから。うん、かーじゃないわ。アコーディオン。はい、お前うんついた。バカじゃない。あ、待って待って、うんついて終わんの。頭取ってんのに。なんで？メダルで。いや、終わろう。どうも。4。いやちょっとやっぱもう足全然違う。全然違ったな。もうお腹いっぱいだな。ちょっとちょっと変わっちゃったな。もうやだな。こんな下手くそだったっけな。いや、だいぶ生意気になったな。でもひどかったな。だいぶ生意気だよ今。いやでも お客さんの前でこう立つ機会が増えることによって慣れてなんとなく確立してった。だからやっぱり単純に舞台数立つだけで上手くなるんだよ漫才って、うん、その現場だからこう、うん、コントと違うから。めちゃくちゃ漫才うんうんとか言ってそういうこともうキングコング鹿島さんの点とか相打ちとかボケるとつってとか言っていらない。全然違う。全然違う。超楽しそうじゃん。いや、めちゃめちゃ楽しそうだって、ほんとに。まあまあね。でも、あれは違うわ、多分。いや、そうだろう。匠はやっぱ優しいもんな、二人に。確かに。今もう冷たいもん。冷たい。ツッコミが冷たいから。なんかどんどん迫ってるよ、ツッコミが。その昔の映像は。どんどん突っ込ませてくれって顔でもう迫ってくる感じあったけど、やっぱり。近かった、かなり。近かった。近いね、距離感もすごい言われてたんだから。センター3人だから俺がセンターマイクから遠くなっちゃう。ああそうね、それセンターマイクの使い方をねすごい指摘されるよ、生徒時代って。言われる言われる。変わるもんだね、本当に変わるもんだな。恥ずかしい。恥ずかしいね。受けてたからちょっと上手になりましたね。はい、昔はこんなんでしたね、うん、頭の鳥。昔の僕たち元気かい。元気だろ。めちゃくちゃ元気だ。